中年オタッキーです。今日ちょっとねカーテンを全部閉めてるんで、ライトをこうこうと照らしてね、撮ってるんですけど、ちょっと眩しいんですけどね、いつもと光線状態が違うんですけど、まあ今日はこのカメラの紹介の動画になってまいります。以前もね、案内しましたキャノン AE1 ですね。AE1 の紹介になっていくんですけども、ここのところね動画のクオリティが著しく低下していたりとか、そういう話をね一番最後の方にやりたいと思います。まあお金の話とかもね、いろいろちょっと話していこうと思います。長い動画になるんですけども、まあ気が向いたら一番最後まで見ていただければと思います。もちろんねいつもの、視聴者様の作品のねコーナーとかの、コーナーもありますんで、まあごゆっくりご視聴いただければと思います。それでは動画スタート。はい、このキャノン AE1 なんですけどね、以前も言いましたけど、我が家に来てね、32年だ。二十歳ぐらいの時に買ったんですよね。徳島のね、カメラの桜屋さんっていうね、中古カメラ屋さんでね、購入しまして、まあ、これを買った時には、50mm の F1.8、ニュー FD の 50mm の F1.8 が付いてたんですけど、まあ、それはちょっと、一応まだ持ってるんですけども、家に置いてきてるんですけども、でね、このカメラのね、発売時期が1976年の4月ということ。眩しいな、これ。昭和51年4月。ボディのみの価格は書いてないですね。50mm F1.4 SSC 付きで8万1000円。ケースが4000円したそうです。1976年4月、後に世界規模で大ヒットした AE1 が多くの期待を担いつつと発売された。その頃の A35mm 一眼レフ市場は、キヤノンの FTB、FTBN を含む TTL マニュアル速攻機が主流を占めており、AE 機能の一眼レフカメラは最高級システム一眼レフカメラとの狭間にあって、生産量も少なく、高価格帯機種との位置づけにあった。AE1 は、設計の根本から見直し5大ユニットと25の小ユニットに分け、それをマイクロコンピューターが中央集中制御する方式を採用。電子化により部品点数を従来機種よりも300点も減らした。また生産にも自動化を大幅に取り入れ、高機能低価格を実現した。連射一眼のキャッチフレーズで一世を風靡したんですね。連射一眼っていうねコマーシャル、まあ、テレビコマーシャルでもあったんですけどもね。で、形式 35mm フォーカルプレンシャッター式一眼レフレックスカメラ。24×36 のフォーマットで、FD50mm F1.4 SSC や FD50mm F1.8SC が標準レンズ。マウント FD マウントで4軸式布膜横走りフォーカルプレンシャッター。最高速度が1000分の1から、2秒。バルブ、X 接点、全速電子制御式。セルフタイマー内蔵 LED 点滅作動表示、フラッシュシンクロ X 設定ドイツ型ソケット及びホット収式ペン、ファインダーがペンタ固定アイレベル式倍率 0.86倍、視野率上下 93.5% 左右 96%、 スクリーン中央にスプリットイメージ式距離計、その周辺周囲にマイクロプリズム式距離計を備えたフレネルマット式、視野内に露出系指針、絞りメモリ、高輝度連動範囲外警告表示赤マーク、絞り込み速攻用定点兼バッテリーチェックマーク、低輝度連動範囲外警告表示 LED、露出制御 SPC 阻止採用、 SPC なんですね。 TTL 開放速攻シャッタースピード優先 AE、 TTL 絞り込み定点ガッチ式マニュアル速攻、速光感度分布特性は中央部重点平均速光、露出補正機構プラスマイ、プラスマイナス、プラス 1.5 だ。プラス 1.5EV、速光連動範囲は EV1 から18。フィルム感度使用域は ISO25 から3200。使用電源 6V の 4LR44。
アルカリマンガン電池1個使用ということですね。まあこのカメラなんですけどもね、まあまあ存じてる方かなり多いと思いますが、本当爆発的に売れたんですね。まあキヤノンとしては電子カメラ、フル電子式の一眼レフとしては初になるのかな。で、まあ AE を標準搭載したのも初になるでしょうしね。で、ワインダーを搭載することができます。僕もワインダー A をね、使ってね、撮ってたんですけど、ワインダー A が故障しても、もう直らないと思って捨てちゃったんですよね。まあ、直らないでしょうけど。でね、まあ、これね、このね、シャッシャッて巻き上げ音。これは持病みたいで、だいたいどのカメラもこの音がしますね。で、シャッター泣きという持病も持っておりまして、僕の AE1 はね、まあ、運よくシャッター泣きにはなってないんですけども、シャッターキックの、ギアにね、ギアの油が切れるとね、キシューンって音になってね、シャッターの速度が遅くなってしまう。ミラーアームもゆっくり。ゆっくりになって最終的には動かなくなるというトラブルになってますね。これ裏蓋を開けてね、油を入れるっていうね、技もあるんですけどね、だいたいね成功しません。カメラが油だらけになったりとか、うまいこといかないことが多いです。僕は A1 でね、たまたま成功してなんとか動くようにはしましたけどね。で、まあいろいろね注意点がありましてね、まずはね、その電池が消耗がまあそこそこに早いです。だからね、使わないときはこれ電源を切るっていうの癖をつけないとね、現代のカメラみたいにね、スリープになってくれたりはしないんで、ね、電源は必ず切るということ。まあ、使わないときはね、この電池ボックスね、開けにくいんですけどね。の中開けてね、電池を抜いておくっていうのがポイントですね。アルカリ電池、マンガン電池に入ってるんで、液漏れするともうカメラダメになってしまいますんで。あと、このシャッター速度ダイヤルね。まあ、これね、アーサー感度、まあ、ISO 感度を設定するダイヤルも兼ねておるんですけども、これがね、カメラに情報を伝達するのに糸を使ってるんです。糸ですね。紐みたいですね。糸ですね。で、その糸が切れるとね、このカメラ使用不能になってしまいますので、このダイヤルはゆっくり、操作する。あんまりガチャガチャ操作しないということですね。で、まあ、このレンズにある絞りはね、これを、まあ、ニュー FD の場合だと、このボタンを押しながら、よっ。A の位置に合わせると、シャッター速度優先 AE モードになりまして、あとはシャッター速度を決定して、シャッターを切ると、自動的に絞りを合わせてくれます。まあ、簡単に、撮影できるということですね。で、逆光の時はね、被写体が真っ暗になってしまうんですけど、真っ暗になるのに、この横にね、ボタンがありますけど、これを押しながら、撮影すると逆光補正として、プラス 1.5EV、になるみたいですね。まあ、こんな感じのカメラなんですけどもね。よっ。いててててまあ、布膜のね、横走り、フォーカルプレーンシャッターの様子ね。よいしょ。で、今、シャッター速度が60分の1だな。もうちょっと速くしようか。250分の1。で、こんな感じの音です。よっ。この AE1 の音結構好きですね。まあ、AE1 の音というか、A シリーズは基本的に全部同じ音になるとは思いますが、まあ、同じこと。で、もうファインダーの見やすさとか実は A1 より上ですね。ファインダー倍率とか視野率は A1 よりも優秀になっております。で、まあ、これプログラムシャッターないんですけども、後継機にね、AE1 プログラムっていうのがありまして、それはね、シャッター速度ダイヤルをプログラムの位置に合わせて、絞り輪を A の位置に合わせると、全自動で、露出を決定してくれるカメラになりますね。まあ、この辺からね、この辺の時代からその AE 化が、カメラの AE 化が一気に進みまして、一眼レフカメラは誰でもね、撮影できる時代に突入していくわけなんですけどもね。まあ、僕の場合は写真部に行った時はね、AE で撮るなってよく言われてました。
まあ AE で撮ってもね、いいと言えばいいんですけども、結局ね、撮影データを覚えないんで、いつまで経っても写真が上達しないと。だからマニュアルで撮ってね、データを覚えるようにしろっていうふうによく言われてましたね。まあ、そんな感じで、まあカメラの紹介はこんな感じなんですけど、今回撮影したこのレンズ。このレンズはね、まあ、キャノンの T シリーズ、T50 とかね、T70 とかに、ね、よくついていたマキエレンズの類の、ニュー FD3570 の F3.5 から4.5 だったのかな。F3.5 から4.5 っていうレンズです。これね、もうジャンク箱とかの常連になってると思います。とにかくいっぱい売れたレンズ、マキエレンズなんでね、いっぱい売れてるんでね、ジャンク箱でもよく見かけると思います。500円とかでもね、転がってると思います。僕のこのレンズは、カメラの北村ナルト店で T70 についていました。T70 についてて、レンズ付きで稼働する T70 が1,800何十円だったかな。で、売ってたんですよね。まあ、とにかく安いレンズです。で、この安いレンズなんですけども、まあ、とりあえず作例見てみましょうかね。作例いきますね。はい、作例なんですけどもね、今回撮影に使用したフィルムはコダックのトライ X400 になっております。相変わらずの自家現像、液温20度で現像時間は SPD50% 希釈で7分となっております。で、まあ見ていただければわかるんですけどもね、これね、マキエレンズとは思えない非常に良い描写になっております。で、このレンズの特徴なのがね、全域マクロが使えるんですね。かなり寄れます。もう 35mm から 70mm まで、ね、このようにね、全域でマクロが撮れるんでね、本当にこのレンズ使えるレンズだと思うんですね。これもそうですけど、もうちょっとゴミ乗っちゃってます。すいません。マクロで撮影するといろんなものがアートに撮れるんですね。これも、ね、ただのフェンス撮ってるんですけども、まあフェンスもちょっとアートっぽく撮れるんですね。背景ボケも強くこのように、出ますしね。あ、ちょっとこれ、ネガに傷が入ってるのかな。あ、すいません。で、まあ、解像度はね、このようにバッチリですね。まあ、F8 まで絞ってるって絞ってるんですけども、まあ、ズームレンズの解像度とは思えないぐらいです。あと、これ、レンズに直接太陽光が入ってますけども、まあ、なんとね、これがコントラスト崩れもなくね、なかなかだと思いません。これね、レンズに太陽光直接入ってるのにね、しっかり綺麗に撮れてます。今ちょっとね、これフィルターつけてますけど、まあ、この撮影の時はね、フィルターつけてなかったんですけどもね、本気で撮る時はやっぱフィルターつけないんで、それにしてもね、描写いいですね。これジャンクボックスとかにね、よく500円ぐらいで転がってるレンズがこんな写りされたらもう使うしかないっしょ。まあそんなわけでね、まあ、スナップを撮るのに 35mm、っていうのがすごいおすすめになるんで、まあ、35mm に固定してね、撮り歩いて、時々長いのが欲しい時は 70mm の方に動かすとか、まあ、望遠端にしてね、絞り開放にして背景ボケを作るとかいうのもね、まあ、F4.5 ですけど、まあ、そこそこにはボケるだろうしね、結構使えるレンズだと思います。今回ね、このキャノン AE1 にね、このマキエレンズの3570つけて、まあ、僕ですね、まあ、以前から公言しておるようにね、3570マニアなんですけども、3570、この時代のね、3570はとにかく、最初からついてきてるレンズに近いものがあって、どのメーカーも力を入れて作ってあると思います。だいたいそうですね、90年に入るぐらいまではこの3570が主流で、以降ね、2870とか2880に変わっていくんですよね。まあ、その辺のレンズはちょっと今度本腰入れて試写していこうと思いますが、この3570の全盛期に比べると多分描写は落ちるんじゃないかな。どうだろうね。まあそのうちテストしていこうと思います。今日のカメラ紹介はこんな感じになってまいります。いかがだったでしょうかね。このレンズ多分欲しくなったっていう人多いと思います。カメラはね、 AE1 自体はすごく人気でね、ヤフオクとかでもまあまあの高値になってます。まあちゃんと動くものだったら5000円を切ることはないでしょうし、お店で買ったら1万円は超えていくカメラだと思いますが、まあ電子カメラということもあり、今後その故障しないかって言われると、
って感じですね。あんまりおすすめはしませんが、まあデザインもそこそこにいいですし、一世を風靡したカメラということで1台持っていても悪くないのかもしれません。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーです。今日のトップバッターは MHR さんですね。こんにちは。今回は雨用に傘を持ちながら片手で撮れる全自動カメラで撮ったものの投稿です。機材はペンタックス SPO115M コダック 400TMAX、1枚目は憂鬱、2枚目は雨上がりということですね。で、作品なんですけど1枚目、これね、光がないということで動きを出してるんですけどもね、これ見事に真ん中だけストップさせてね、周りを回転させてますね。なかなか印象的な写真になってます。光がない時はね、こういう写真の撮り方いいと思いますね。で、2枚目の方はね、雨に濡れた街角でね、人々の足元を撮ってると思うんですよね、これね。これ1枚目がね、なかなかいいと思いまして、これはちょっとタイトル画面にさせていただこうと思います。はい、MHR さんありがとうございます。次が、これは、たくみさんでいいのかな。初投稿じゃないかな、たくみさん。単身赴任中でいつも遅くなる仕事帰り、晩飯、食べながら愛機のカラチャットを切りながら拝見しておりますということで、2ヶ月半ほど前にヤフオクで一目惚れし購入した人生初のフィルムカメラ、キャノン 4SB ジャンクで8000円、空き時間を使って2週ほどバラして訓練を繰り返し、結局シャッター幕&リボン交換、ファインダー&ガバナー清掃、シャッター速度調整を行い、試し撮りも終え、万全の状態で迎えた元旦に撮った写真ですけどですね、1枚目、静かな始まり、2枚目、神聖な橋って言うんですね。カメラはキャノン 4SB プラス、キャノンセレナ 50mmF1.9、プロビア 100F で撮ったということですね。これからも動画楽しみにしていますということですね。で、作品なんですけどもね、これセレナの 50mmF1.9、私使ったことはないんですけどもね、1枚目の方はね、若干露出アンダーっぽい感じで撮られておりますね。ちょっと締まりがない感じなんですけども、なんでこんな風になったのかな。2枚目の方はもうバッチリ、露出もバッチリ、解像度もバッチリ、発色もなかなかいいですね、これね。まあ、オールドレンズで、コーティングとかは大したコーティングも施されてないとは思いますが、これ、プロビア 100F で、この発色、なかなかいいんだと思います。何よりね、これ、全部バラして、何回もバラして組んで、ちゃんと動くようにしたんですね。シャッターマーク効果とか、実はやったことがないんで、今度挑戦してみようと思いますが、なかなか時間がありません。そうですね。たくみさん、ありがとうございます。次がね、時神さんから、組写真になるのかな。いつも楽しく動画を拝見させていただいてます。さて、好転だったので撮影しましたので視聴者コーナーに投稿します。タイトルは梅は開花でも春は遠からじです。フィルムは富士カラースペリアプレミアム400、カメラはマミヤ ZE コース、マミヤセコール 50mmF1.7 のレンズはいい感じです。やっちまったコーナーだったらマミヤ ZE コース調子が良く名誉回復ですということですね。ちゃんと動くようになったんですね。写真なんですけどもね、いや、もう本当にこの解像度すごいレンズですね。色も素晴らしくいい色が出ております。これ2枚目の青なんか最高ですね。青の発色なかなか素晴らしいですね。まあ粒子感は400なんでこんなもんかな。 35mm ですしね。はい、トキカミさんありがとうございます。次がね、イクオさんの作品になりますかね。お疲れ様です。作品投稿コーナーお願いします。今回、組写真ということですが、タイトルがね、組写真は一つなんですけどね、タイトルが、三つあるみたいですね。これ、どれをタイトルにしようかな。タイトル、用水路への水の流れ。用水路への水の流れということですね。カメラがね、ペンタックス LX。レンズが SMC ペンタックス A ズーム 2880。F3.5 から 4.5 マクロ。フィルムニューシーガル100モノクロということで、自家現像ということですね。もうついさっきね、2880ってね、話しましたけどね、いきなり出てきました。
で、作品なんですけどもね、このペンタックスの2880。ペンタックスといえばね、解像度はまあそこそことイメージなんですけど、まあこのレンズもまあそこそこの解像度っていう感じはしますが、そのコントラストとか調子とかはね、かなりいい感じになってると思いますね。コントラストはやや低め、調子は柔らかめということですね。まあレンズ、2枚目で分かるように強い光が入ってくると結構フレアが出る、感じだと思いますね。3枚目の写真を見てもそうですけども、解像度はそこまで高くなく雰囲気重視に撮れるレンズになるみたいですね。はい、イクワさんありがとうございます。これで 1,2,3,4 もう一人かな、ダムお猿さんの作品いきましょうか。中年おたき様お疲れ様でございます。以前のライブの時もコメントいたしましたが、先日ハードオフにて550円で購入したキヤノン AL-1 で撮った写真を投稿します。タイトルはアズールイブランコということで、カメラはキヤノン AL-1、 レンズニュー FD28mmF2.8、 フィルムはコダックカラープラス200を使用しました。スペイン語で青と白、という、意味です。空の青さと建物の白が綺麗に出たためますどうでしょう。もう一枚投稿、タイトルは沈む夕日、機材使用フィルムは同じということですね。絞り優先 AE にフォーカス精度とほぼカメラ任せ撮影しましたが、こんな感じに撮れましたということですね。作品なんですけども、まさしくこの青、カラープラス200でこの青ですね。なかなかの色。レンズ 28mmF2.8 ということで、解像度もバッチリ。僕もこのレンズ持ってますけど、なかなかいい写りするんですよね。2枚目もね、なかなか印象的な写真。太陽のね、フレアがね、放射状に、光ってるのが、なんとも言えない綺麗な作品になってると思います。はい、ダムお猿さん、ありがとうございます。作品投稿のコーナーはここまで。ここから先はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、ちょっとね、たまりにたまってるんで2名ずつ紹介していっております。前回から、今回も2名紹介しますね。まず1番目はガメラさんの俺のカメラですね。オタッキーさんこんばんは。俺のカメラに投稿します。以前のね、視聴者の作品投稿したうねりを撮影した機材です。こう、外装はプラスチックで質感は高くないですが、8000分の1シャッターやハイパープログラムを搭載し、現代のペンタックスデジタル一眼レフの操作系に通ずる名機です。ファインダーも明るく、ピントの山も使いやすいお気に入りの一台です。しかも私の知る限り、ペンタックスで1がつくのはこれと K1、ぐらいじゃないのかなということですね。Z1 なんですけどもね、僕もね、これちょっと狙いつつはあるんですけど、なかなか状態のいいものに巡り合ってないんですけど、Z1 と Z1P ってありますね。ちょっと勉強不足でどう違いがあるのかわからないんですけどもね、デザインとしてはね、ちょっと現在的なデザイン、それの前はね、ちょっと角張ったデザインだったんですけど、この流線形のね、現代的なデザインになりつつある、まあ、過渡期のカメラでありますね。8000分の1まで使えるのはね、すごくいいですね。昼間光が強い時とかでも、絞りを開放に近づけてね、背景ボケを作ったり、いろんな表現ができるカメラになると思いますね。はい、ガメラさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんの俺のカメラ。前回と同じコニカ C35FD ですね。年末に入れて今月頭に取り終えたコニカ C35FD の試写、ポジ現像されたのをチェック中に面白いので撮っていました。やはり結構好きな写りでしたということですね。コニカ C35 のね、まあコニカ C35 がまあ普通なんです。普通機で FD はまあ高級機ということで、レンズはね 38mm の F1.8 という明るいレンズを搭載されておるんですけどもね、ライトボックスの上で撮ってね、まあ面白い写真になっております。もうちょっと表面から斜めぐらいから光を当てても面白かったかな。カメラの方のコントラストが若干、下がってしまっておりますが、なかなか面白い写真になっていると思います。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。今日の動画はね、ここまでになっておりまして、次回の動画はね、多分
このカメラの紹介になっていくと思いますね。これコニカの現場監督、WB っていうモデルになりますね。まあ頑丈で有名なコニカ現場監督なんですけども、まあ別に頑丈じゃなくてもいいシチュエーションでしか撮らなかったんで、どんな頑丈さかはわからないんですけどね。まあ撮りやすいカメラになってます。でね、動画のね最初の方にお話ししました、クオリティが低下してるっていうね話なんですけども、まあ仕事が忙しいのもね あるんですけど、仕事が忙しいのは別にね今までにもうずっと忙しかったんですよ。もうトラック、長距離トラックっていうのは、ね、基本的に1日にね16時間までの労働が許可されておりまして、1日16時間労働してもね、合法なんですね。これ休憩時間とかを挟むんで、拘束時間にするともうね20時間とかを超えていくんですけどね。そんなわけでね、まあ、通常の動画でもね十分時間なかったんですけども、さらにいろんなことが発生してまして、まあうちの息子はねもうすぐ中学3年生になるんですけど、成績があんまりよろしくないんで、息子の家庭教師をね必ず家に帰った時は3時間半ぐらいやってるんですよ。でこの週末もね2日間連続で家庭教師やって7時間その時間を取られまして、まあ動画作成にはね直接そこが影響してこないんですけど、7時間も家庭教師をやるとさすがにねヘトヘトになるんです。本来休むべき休みの日にヘトヘトになって仕事を迎えるということで、で眠くて走れなくて休憩しまくって、動画を作成したり編集したりする時間が奪われる形になってるんですね。で前回の動画でねちょっとテロップの設定を間違えて、あれねその動画を作成してチェックする段階では綺麗に流れてたんですけど、なぜかねイニシャライズした後チェックしてないんですよ。そのチェックする時間がないんでね。で、そのままアップして、次の日に自分の動画を見たら、あれって感じで、もう手遅れみたいな感じですよね。まあ、そんな感じでチェックする時間がないっていうのもありましてね、まあ、クオリティが下がっております。で、息子のね、まあ、その動画作成よりはやっぱ息子のね、受験が大事なわけでありまして、まあ、多分、100人に言うと多分99人ぐらいはこの答えが返ってくると思うんですけども、このクオリティ低下は多分ね今後避けようがないと思います。時間的にねもう現状まででもギリギリだったんで、もう完全にぶっちぎり無理の状況になってるんですよね。で動画をね無理して3本週3本を維持したいっていうのはちゃんと理由がありまして、コロナのね収束が多分秋ぐらいと見込んでるんですよ。で秋ぐらいにね一発東京でねオフ会をやりたいと思ってます、ぜひとも。で現在ね動画の収益っていうのがね、週3本アップロードした、段階でだいたい月3万円から3万5千円入ってきてます。でね経費が平均するとね2万から2万5千円なんですよね。だからだいたいね、月、7千円ぐらいかな、平均すると7千円ぐらいの収益になってるんですね。で現状はほとんどお金ないんですよ。で、まあ、秋ぐらいまでになんとか7万円貯めたいと。まあね、東京往復するのにね、やっぱね、交通費だけでね、5、6万、まあ7万円ぐらい、雑費まで入れたら7万円ぐらいかかってくるんですね。それでね、ちょっと今頑張って動画を上げてるんですけども、タイミングが悪いですよね。その、息子の受験でしょ？コロナ禍でしょ？で、そこの中でその視聴回数が増えてきてるっていうのもあって、まあ、いろいろタイミングが悪いんですけども、まあ、ぶっちゃけた話ね、クオリティがね、悪いのをね、お叱りいただくような場合、あんまりにもね、その低評価が多くなってしまったら、もう動画やめざるを得ないような状況になってると思います。作る時間がないんでね、でもそれは避けたいんで、まあご勘弁いただくしかないのかなーって形になりますね。まあ収益がね上がるようになってきて、まあ現状実はねマイナス60万円ぐらいなんですよ。もうね最初15万円ぐらい貯金があったやつを全部もう枯渇してるんですね。現状ほぼ枯渇してるんですよ。で毎月お小遣いも全額に近いぐらい投入してたんで、多分ねマイナス60万円をオーバーしてるとは思うんですけど、まあもう60万円は別に取り返す気はないんですけどね。今後はね収益上がったらオフ会を開催するという方向で持っていこうと思ってます。だからねもうその収益がバンバン上がったらオフ会の回数が増えてあちこち行くという、計画ではおるんですけど、
けど、まあ時間との戦いもこれもあるんですけどね、もちろんね、息子の家庭教師をオフ会やっててどうするんだって話もあるんで、回数は最初の方が限られてくると思うんで、だから1回目は東京なんですけどね、近場で対ね回数を開催するっていう考え方もあるんですけども、まあ1回目は東京ということ、まあその東京で開催するもう一つの理由は、まあ、例えば岡山とか広島とか、神戸とかね、大阪とかで開催してもいいんですけども、やっぱ視聴者さんが一番多いのは東京ということでね、開催しまーすって言ってね、で、誰も来なかったとか、寂しいんで、まあ、東京だったらある程度人数集まるだろうと、4、5人ぐらいは集まってくれるんじゃないかなと思って、まあ、それ第1回目で開催東京を計画しておるんですけど、まあ、そんな感じでね、クオリティとかね、オフ会とか、お金のこととかね、いろんなお話をしましたが、まあ現状はこんな感じなんですね。で月7万回ということでね、まあ3万5000円ぐらい。だいたいね、1再生あたりね、0.5 円っていう噂を聞く人は多分多いと思います。だいたいそのぐらいに収まっております。まあ、こんな感じでね、ちょっとクオリティはね、まあ、もともとクオリティ低いんですけどね、ぶっちゃけな話ね。ぶっちゃけな話言うと、もともとクオリティは低いんですけど、さらに低くなっているということで、ちょっと、お怒りの方もいらっしゃると思いますが、もう現状ね、これ以上は無理ということで、諦めてください。もうね、クオリティが低い人は、まあ、見るなとは言わないですけども、まあ、勘弁していただくことしかないというふうに思っております。申し訳ない。息子の受験が終わったらまたね、多少はマシになると思うんですけど、その頃にはね、僕が年老いて今度ね、息子の受験がなくてもね、なんか眠くて走れないとか言ってるかもしんないんですけどね。まあそんな感じで今日の動画は終わってまいります。いかがだったでしょうか。高評価、コメント、もうぜひぜひお願いします。コメントをするとね、僕の睡眠時間がなくなるっていうね、コメントがありましたが、コメント返しに睡眠時間を削る行為は一切しておりません。コメント返しはね、基本的にね、中途半端に余った時間でやってます。例えばね、荷物積みに行って、運転手さんちょっと今混んでるからちょっと待ってとか言って10分20分待たされることは結構あるんですけども、そういう時間に、コメントを返したりしています。まあくたばってね、寝てる時もありますけども、それでコメント返しがちょっと遅れているんですけどね、体力的に最近苦しいんでね、まあそんな感じでね、もう睡眠時間はね、もう削りようがないぐらい少ないんで、トラックの運転手の場合、だからね、コメント返しで睡眠時間を削ることは絶対にありませんので、遠慮なくコメントを入れてください。コメントを入れた方がね、動画がシェアされていきます。高評価はね、もうポチッと押すだけですし、睡眠時間にも関係ありませんのでちょっと矛盾しますが、ぜひぜひね、高評価の方を押してくださいね、お願いします。でチャンネル登録なんですけどね、ものすごい勢いで増えていってます。以前のね、平均の3倍ぐらいの勢いで増えていってますが、まあね、まだまだ増やそうと思っておりますし、ライブね、ゲリラライブが増えておりますので、通知オンのね、チャンネル登録がおすすめになります。チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、次回の動画はね、現場監督 WB の動画になっております。ものすっごい画質ですよ。まあびっくりします。多分みんな欲しくなると思います。はい、じゃあ次の動画をお待ちください。それではまたごきげんよう。さよなら。